今日のテーマはご縁ということでちょっとしていきたいなと、ご縁というテーマでさせていただきます。この僕今55なんですけども、よくそういうパーティーなんか行くと名刺こんだけ持って行ってくださいって、名刺こんだけ配ってくださいっていう、そういうのあると思うんですよね。でも、僕もね、KYC での元気の出る会っていうのを主催して7年やってるんで分かるんですけど、数が増えれば増えるほど、なんかたくさんの方々が集まるところがいいって思ってる人多いと思うんです。それ間違いなんですよ。あまり多すぎるとね、結局のところ、すべての方にコミュニケーションなんか取れることないんですよね。ご縁なんかいただけることないんですよ。で、僕はね、いつもね、最近こう思ってるんですよ。もう、どういう会へ行っても、自分のありのままの姿をそのまま出して、ブスッと、もう自然体で座ってる。で、なんか知らんけど、たまたま今日なんかもそうなんですけど、その会場に行って、会場に行った順番に座っていく席だったから、もうそこ横に座った方々が素晴らしい方々であって、もうそのご縁をいただいたときに、もうわざわざ名刺交換をどっかへしに行かなくても、もう目の前にですね、このご縁っていうのがね、用意されてるように思うんですね。で、これっていうのは、ミラクルの出会いっていうのは必ずどっかで、これは僕らの意志、人間の意志ではなくて、宇宙の意識がですね、宇宙的なレベルでエネルギー的にこう、一期一会をある程度ね、ある程度の部分で、示し合わせてるような気がするんですよ。だから、あえて一生懸命ならなんでいいと思うんですよ。一生懸命ガミガミ、私はこんなしてます、あんなしてますって言わなくても、その時に必要な方とのご縁っていうのは必ず自然体で行って、自分を別に背伸びして見せなくても、十分そういう方との出会いがあると僕は思ってるんですね。もし、反対意見あったら言ってくださいね。はい。僕は今の状態ではそう思うんです。昔はそうでなかったですよ。一人でも多くの方にご縁をいただいて、なんか自分のビジネスに生かそうとか、いろんな考え方ありましたけども、でもやっぱり深い付き合いしようと思った時に、表面的なビジネスの付き合いでは、これからの時代っていうのは、やっぱりあかんと思うんですね。やっぱ深く人間性をお互いよく認め、その価値観に合った人とのご縁をつないでいく、それを深めていく、それが本当の人間のコミュニケーションじゃないかなということを思ってる。だからまあある程度、まあ若い時は、それはね、やっぱりもっと僕を見て、私を見てって言って、こうやっぱりこうどんどん宣伝もしていくのは、その大事かもわかりませんけど、最終的に見てる人はちゃんと見てるっていうことですよね。結局は飾らず自分をそのまま素に出して、今の自分の力量はここまでです、それをでも認めてくれる、それでもそれを応援してあげる、でそういう気持ちになった人っていうのは、たとえ年上でも年下でもやっぱり魅力的やし、ご縁をこの人とつなごうっていう気になって、自然にこうね、ナチュラルにそういうご縁って広がっていくと思うんですよ。自分のやっぱりね、価値観を、もちろんこうお伝えするのはいいけど、それみんな価値観違うじゃないですか、ある程度違うじゃないですか。だけど押し付けてくる人ってすっごくやっぱりこう自分のなんて言うんでしょう、心の中に土足でこう入り込んでくる人ってたくさん出ると思うんですよ。これはもうよくそのパーティーとかいろんなご縁をつなぐそういう場に行けばわかると思うんですけど、やっぱり誰かのご紹介の後にこう間に紹介しますって言ったらなんかスッと入るんだけど、いきなしなんか知らんけど、なんかあんたと同じ匂いするわみたいな感じで言われたりね、いや同じ匂いするわって僕知らへんしみたいな、あるじゃないですか。そういうのって同じ匂いするっていうのは、いやどこまで僕のこと知ってんのって逆に言えば失礼じゃないかなと思うんですね。だから僕ももしかしたらそういうことが昔あったかもわかりません。だからそういう人が来るかもわかりません。それはまあ自分の中自問自答というか自戒の念で今話してますけど、やっぱりこうね、55にもなれば多少は自分の価値観の合うというか、自分に、この自分の 100% の姿を出して、それを受け止めてくれる人と一緒にご縁をつなげたらいいなと思ったりするわけです。何かしら自分の意思意図関係なくして、本当にそういうミラクルな出会いをきちっとこう秒単位で合わせてくれてるようなね、そんなようなね、なんか宇宙の計らいみたいなものがあるような気がするんで、はい。まあご縁っていうのは本当にそういうことで、自分が意図しなくても目の前に本当に、なんかね、仕組まれとるっていう言い方は悪いけども、自分に今足らない人、足らないことを経験させるがために、その目の前にそういう人がいてるとかね、まあそんな風にちょっと考えるようになってきました。まあ輪廻転生とかそういうなんかスピリチュアル系の話をすると嫌がる人もいてるか分かりませんけども、
実際もう100年も歴史を紐解いていくと、やっぱり今でも科学的に解明できないことっていっぱいあるじゃないですか。で、僕は最近思うんですね。やっぱりこの世に日本に生まれて、この世界のこんなね、いろんな地球上の中でいろんな問題がある中で、こんなに豊かな日本に生まれて、その中で日本の、日本人に生まれた中でなんか豊かになってるのに、なんか幸せにない、幸せになりきれてないというか、幸せを感じられてない、ストレスいっぱい抱えてる人が非常に多いっていう気になるんですね。この世に生まれたのは、その前世での課題をきちっとできなかったことに対する課題を今現世に、課題を与えられていると。だから目の前にいろんなことが起こることは全てその課題であるということをね、お話をされてました。で、まさしくそうやなと思って、人間関係でもこの人とやりにくいなっていう人ももちろんあると思うんですね。あるけど、それも素敵なご縁やと思うんですよ。全てが自分に心地いいご縁だけじゃいかんと思うんですね。だからそういう部分では何かしら計らいがあると思うんですよ。で、今自分が落ち込んでる時に目の前にすごく励ましてくれてる友達のご縁があるか分かりませんし、今有頂天になって頑張って成果上げてる時に、そんなことしたらあかんでって釘を刺してくれる、苦言を呈してくれる友達のご縁があるか分かりませんよね。だから両方必要だと思うんですよ。僕はいい友達も悪いと、悪いじゃない、マイナス、自分にとってはマイナスというか、ちょっと苦言やから、そうなんかシュンってなるようなこともあるかも。そういう人もやっぱり素敵なご縁やと思ってますんで、やっぱり出会うべきして、出会ってるということは、何かその問題が起こった時でも、その人間関係は全てにおいてご縁ということで、僕は大切せなあかんと思ってますね。僕は自分の講座でも言ってるんですけど、習慣化の法則って必ず21日は連続してする。その21日連続すると自分の中で何かが変わりますよって話をしますけど、そうするとやっぱり自分でも思いました。21日超えるとですね、今もう59でしょ、なんかね、1年ぐらいやってみたいなっていう気になってくるんですね。で、この間奥さんと話してて、もうええやん、そんな1日ぐらいで取ったことないやんって奥さんも言う。それは奥さんからしたら、別にそんな嫌々すんでてやめといたらっていう気にもなるんですよ。それはもちろん僕も面倒な時もあるし、もうしんどい時もあるし、風邪ひいてる時もあるし、なんかテンション上がらん時にわざわざこういうのやったら皆さんに失礼やっていう気持ちももちろんあるんですよね。だけど、何かそれをやってることによって、もしかしたらそのメッセージ、こうやってることのメッセージ、あ、そうなんです、今日もね、お会いした人、久しぶりにお会いした人が、年々その別にこのライブ配信に対してコメントも何もいいのもくれてない人でもね、やっぱ見てくれてて、いつもやってますね、頑張ってますねって言ってくれるんですね。で、それを刺激いただいてますとか、元気もらってますとかって言われたらね、あ、そうなんやって、自分がこんな一方的にやってるように見えるけど、実際はなんか お役に立ててるんかなと思う気持ちにもなるんですよ、で、僕はね、今出版のに向けて執筆してて、いろんなこの章立てってやって、第一章のところでやっと5出てやりだしたんだけど、なかなかやっぱ言葉に言語化するっていうのが、もうほんまに自分の中では苦手なんやなと思ってたんですよ、ついこの間まで。で、こうやって毎日ライブ配信しながら、言葉にするのは下手やけど、文章にするのは下手やけど、喋り倒してると、そのうちなんかこう脳がなんか言葉にするように指令が起こってくるんですね。でね、なんかこのライブ配信しだしてから、急に執筆の方が進み出して、今ようやく第5章まで来たんですよ。だから今までもう1年かかってるんですよ。今1年かけてずっとこうやって、ああでもないこうでもない、いやもうちょっとこう書き方こうしたら、ああしたらって編集中とかいろんな方にアドバイスをいただいてるんですけど、で、その中でやっぱりやっと気づいたことがあって、僕まあメイクの仕事してますけどね、メイク苦手な人がね、メイク得意な人にと比べやんでいいんですよ。要は何を言いたかというと、メイクが下手な人、仮にね、例えですよ、メイクが下手な人、あなたがメイク下手と仮にしましょうよ。だけどメイク上手い人は、そのメイクが上手いだけあって、何かが下手なとこあるんですよ。で、その下手なところがあなたは得意なんですよ、というふうに、何か自分の中で絶対に人と比べた時に、あんな人みたいに、例えばブログ書けたらええなと思っても、ブログ書けない人もいてるじゃないですか。でも、で、ベロベロ喋る人いてますやん。それでも喋って、なんかこうニコッと笑った、なんかすごく求心力があって、なんかね、親しみ湧いて、みんなからこう可愛がれる人っていてるでしょ。
だから文字に起こして別にしなくてもいいタイプの人もいてれば、やっぱり文字に書いてきちっとそのあんまりこう顔を出さなくてもずっとこう文字を書きながら記事をして、記事を出してそこから人々にこうメッセージを与えて、エネルギーを与えてる人もいてますよね。だからそれぞれ一人一人がやれることを、ちょっとした1ミリでもいいんでやれることを配信していったり、まあ、いわゆるアウトプットしていったりすれば、なんかこう自分の中で自己肯定感って高まると思うんですね。で、自分の自己肯定感が高まれば高まるほど周りにいてる人に元気にさせれるし、自分も元気になるし、一番相乗効果出てきますよね。今日もご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。今日はご縁について語りました。そのご縁についての、ちょっとミラクル動画があるんで、そこにリンク貼ってますんで、もしよかったらご覧ください。きっと笑っていただけると思います。それではまた明日お会いしましょう。